ございます。あ、ありがとうございます。まあ、状況が状況ですごい残念と残念なんですけど、でも、ね、私のタイミング的にはなんかこうやってきたものの蓄積が今すごい ピークというか、第一段階の自分の中でやりたいことをやりきった後のタイミングだったので、まあ、古典するにはすごいいいタイミングだなって私的には思ってました。世の中の状況とは反してしまったけど、みたいな感じです。そこで言うと、なんか古典やろうみたいなのは正直考えてなくて、このタイミング、機会をいただいたのは、お店のバンクキャップだからご連絡いただいて、でもやりませんかってお誘いをいただいて、で私的にいいタイミングだったので、お願いしますということで、あ、ちょっと待このタイミングでやりました。20点以上あるんじゃないかなと思います。なんか今まで書いてきたものプラスこの展示のために書いたものっていうのが混ざってる感じです。うん、と私のこの背景に写ってる絵とかは、そうですね、あの段ボールで書いてる絵は大体古典用で書いたものが多いです。レコードサイズの、LP サイズで段ボールで描いた絵も、今回のために描いたものがあったりします。はっきり半年ぐらい、半年ぐらいですね。その中でも特になんかこうピックアップしたもの、細かいのを除いてピックアップしたものって感じになります。もう段ボールでそのままレコード、7インチのレコード作ってるこれに関しては、ちょうど去年のレコードストアで、春のレコードストアでに合わせて、なんか私もなんかレコードストアでこういろんなバンドの人とかお店、レコード屋さんとかって、その日に合わせてイベントみたいにいろいろこうなんか作ったりするのにすごい憧れて、私もやろうと思った結果、こうなりました。あ、ジョナサン・リッチマン の絵がすごい多いですっていうのは、今回 の個展の名前もロッキー&ロマンスで、ジョナサン・リッチマンのレコードの名前にしたんですけど、まあ、なんだろう、今一番、まあ、よく聴いてるっていうのもあるし、まあ、ロッキー&ロマンスのレコードはまだ持ってないので一番欲しいっていうので書いたっていうのもあるんですけど、なんか今のこの自分のなんだろう、心の温度感的にジョナサン・リッチマンの音楽がすごい合うなっていうのがあって、ジョナサン・リッチマンを絡めた作品が多くあります。ジョナサン・リッチマンに限らずだと思うんですけど、音楽をそのまま人間にしたらこうっていうなんか感じがするのがすごい好きです。ジョナサン・リッチマンはライブ映像とかめちゃくちゃこう見てるわけじゃないんですけど、まあ何個か見てる中で、やっぱりなんかギターを置いて踊り出したりとか、なんかすごいライブのなんだろう、自然な感じだけど音楽として出来上がってるっていうのがすごい、なんかそれってなんかその人間そのものがきっとも音楽なんだろうなって感じるのがすごい好きです。ラマンズで言うと、あの画集の絵もそうなんですけど、ソーヤングマガジンってイギリスの音楽カルチャー誌のイラストコンペで、なんかなんですよね。ありがとうございます。イラストコンペで優勝した絵もちょうどラモンズだったんですよ。で、私にとってなんか、まあ、一番すごい、なんだろう、好きが強い存在っていうのはやっぱ変わらないです。でも、そんなラモンズに対してめちゃくちゃ詳しいわけでもないっていうのも、あの時からあまり変わってないです。もうただ好きなだけっていうので。感じですね。まあ、音楽もそうだと思うんですけど、今こうライブが見に行けなくなってて、で家でこう改めてこう CD だったりとかレコードをじっくり聴く時間が増えてる人も多いと思うんですけど、それはそれで面白いけど、やっぱりなんかこう
ライブっていうものから離れるとこうなんだろう、こう肌で感じられる音楽っていうもののなんかすごいなんだろう、それがすごい本当にかけがえのないものだったんだなっていうのがすごい感じる期間だと思うんですけど、私のこの個展に関してもやっぱり絵はその場で見てもらいたいっていうのはやっぱりすごい強くあって、生物を同じようにライブと同じで生物っていうものが多分その実際に直で見てもらうと感じてもらえることはなんだろう、画集で見る以上の何かがあると思っているから、なんかそこはすごい残念ではありますが、まあ、でもその個展はこれで最後っていうふうに思ってなくて、まあ、なんかまた個展とは別の形でイベントだったりとか、なんかその自分がやってるハロハロレコードっていうあの中古レコード屋さんとかに絡めて自分の描いた絵とか作った作品をなんか入れ込んでいくっていうこともしたいなって思ってるので、なんかまたこれからも見ていってください。じゃあ、ありがとうございました。